こんばんは、元気ですか？挨拶ですね。は川い。村さん、ボランチやデュエルが重視される6番タイプの時代になりましたが、日本代表は7番タイプのヤットさんのような選手は活躍しにくいですか？まあ、8番タイプってことですかね。監督によるっていうのが答えじゃないですか。ああ、守備的な監督が増えてるってことでしょうか、今は。な気がしますね。本田監督だったらどっちの方が好きなんでしょうか？7番タイプに守備を頑張ってもらいます。ああ、なるほど。上手い人も守備やるサッカーだと。はい。Please follow it! Follow it!